ありがとうございます。改めまして、こんばんは。レトロヘッドアイドル、マーブルマーブルです。よっしゃ、お願いします。今日はスリーマンということで、35分もライブをする時間をもらったので、いつもね、MC があまり得意ではなくて、こんがらがっちゃうんですけども、今日は時間がいっぱいあるということで、落ち着いて皆さんにお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。で、ね、今までちょっとなかったんですけど、紙を作ってきました。マーブルマーブルは写真撮影、動画撮影もね、みんなどんどんしてもらってると思うんですけど、ぜひぜひその模様は、あ、これは撮らなくていいんだけど、ハッシュタグカタカナでマーブルマーブルで、ぜひいっぱい感想と一緒にね、ツイートよろしくお願いします。イエイ、新しいね。これでも、たまにパープルパープルって言われちゃうんですけど、もうこれで大丈夫ですね。はい。はい。マーブルマーブルはですね、9月に、ティーナカーが、上京してまいりまして、はい。今大阪を中心に活動してたんですけど、今は東京に拠点を移して活動しております。そしてですね、4月には、ワンマンライブをしまして、マーブルマーブル、決死のワンマンライブが決まっております。こちらがですね、4月11日の新宿マーブルで、はい。そうね、来る前にね、こういう段取りで喋るぞっていうのをすごい考えてたんですけど、そう考えてこれも作ったんですけど、全然段取りがうまくなかったなと思って、あーが入っちゃいました。はい、来年の4月11日にワンマンライブが新宿マーブルで決まっております。わ、こんだけみんな撮ってくれたらすごい宣伝になりますね。ありがとうございます。はい、そうなんです。ワンマンライブを東京でするということで、決死の覚悟でやっておりますので、ぜひぜひチケットをゲットしてください。今日楽しかったなって方、ここじゃ見えないな、こうかな、これでも見えないね、うん、ここがいいや、暗い暗い暗いね。ティーナカの写真撮ったらこれもちょっと写っちゃうみたいな感じで、はい、今日は宣伝をいっぱいしていきます。はい、そんなわけでですね、まあ、9月に上京してきたんですけど、これから東京タワーのてっぺん取ったるでいいみたいな気持ちで、新曲を書きましたので、そちら聴いてください。 Move on。
がとうございます。いつもワイヤレスマイクで歌ってるので、ちょっとお見苦しい点があったかもしれないです。なんかワイヤレスじゃない、こうワイヤードでさ、ライブやってる人でなんかめっちゃかっこよく扱えてると、すげえかっこいいって憧れるんですけど、なかなか今日一日ではなれないですね。難しいです。なんか当たってないですか？大丈夫ですか？さっきバーンとか言ってたけど大丈夫。今日は皆さんまだまだって感じですね。なんか温まりきってない。そうでもない。大丈夫？オッケー、オッケー、オッケー。ですね、今週実は18日に台風が来る恐れがあるんですけども、お台場にガンダムがそびえ立ってるじゃないですか。あそこのガンダムの前で一緒にプラモを作れないかっていう話を今してるんですよ、っていうオフ会を、はい、私がガンダムがすごい好きなんで、好きで、お客さんにねもらったことがあったんですけど、積みプラモになってたので、あとガンダムの前で作ったらこうガンダムが降りてきてうまく作れるかなと思って、はい、本当にまだプラモとかは作ったことがないので、できない、皆さんの協力がないとちょっと多分完成はしないと思うので、ぜひぜひちょっと俺できるぜっていう人、できないけど面白そうだなっていうのでも全然構わないので、18日にですね、お昼にお台場でやります。ぜひぜひ遊びに来てください。はい、もろもろ詳細はツイッター等で発表しております。13だと 13? 私何日って言った？18。あ、18じゃねえ、13ですね。はい、どうもありがとうございます。はい、いろんな予定を飛ばしちゃったね、18だと。その3日後の16日はですね、ティーナカのリアル生誕誕生日、生まれる日なんです。イエイ、というわけで、はい、今ですね、月1回定期ライブをやっておりまして、はい、その定期ライブはティーナカの、今月はティーナカの誕生日、10月16日にやろうと思います。やった、やった、若すぎてくぞ、やった。はい、いつもですね、その定期ライブは1時間トーク1時間ライブっていう風にやってるんですけど、今回は生誕ということで、お菓子を作ろう、一緒に作ろうと思って、阿佐ヶ谷家っていう小さいところでやるんですけど小さいからね、天井が低いんですね。私がジャンプしちゃうとちょっとゴチってなることもあるところなので、そこら辺だったら、それぐらいだったらケーキ、それぐらいの大きいケーキだったら作れるかなと思って、皆さんで持ち寄った駄菓子などを積み上げて、大きいケーキをみんなで食べたいなと思っております。大丈夫かな。はい、そういう企画をやって、1時間ライブをします。言い忘れてた、ごめんなさいね。定期ライブをね、今月1回やってるんですけど、その月1回の定期ライブで毎月新曲を発表してるんですよ。なので、次16日もまた新しい新曲を、発表できますので、お菓子はどうでもいいけど新曲を聞きたいなという方、ぜひぜひ遊びに来てください。そちらチケットも発売しております。ぜひよろしくお願いします。時間があってもダラダラが長くなるだけだなと思いました。ちょっともうちょっと MC を頑張りたい。でも MC すごい好きなんです。こうやってみんなの前で喋るのはとても好きなので、もっと頑張りたいです。歌も本当はあんまり歌もダンスもあんまり上手くなかったんですよ。
でも音楽が大好きなので踊るのも大好きなのでなんだろう好きだからできるようになりたいと思って、こうやって今見てる人がいるこういう風になるぐらいまでなんとかできたので、MC もうまくなれるように頑張りますこれから応援よろしくお願いします。さあ残りあと3曲です。皆さん一緒にダンスできませんか？一緒にダンスしませんか？おいえイエーイ。よしでは聴いてください。ワールドワイドスシー。
春も